もこんだけ引く手あまたの監督だと、簡単なオファーで、何、ね、ざっくりとしたオファーで首振ら、縦振らないでしょ。だってそれこそ、アーセナルがアレグリにオファーしたみたいな噂があって、その時も、なんかすごいアレグリがいろいろ条件言ってきて、そもそもなんで今俺がアーセナル行かなきゃいけないですかみたいな、なんかそういう、まあ、上手な態度というか、まあ当然当時のアーセナルって言ったらそうなりますからね。そう、だって、モーリーニョもいろいろあったけど、スパーズでね、きちんと高い年俸もらえるまで粘ったし、あ、だからあの、動きすぎ、あのね、うかつにね、動くことが全部いいって思わない方がいいですよ。俺それで一番人生失敗したのが、僕漫才やってて、1個目のコンビが一番良かったんですよ。で、それが良かったんだけど、それじゃあ売れない、まあ、いろいろ焦りすぎて、俺の人間性が悪かっただけなのに、こう、コンビとしてダメだと思って解散しちゃったんです。で、それ以外に2個ぐらいやって、で、どれも良くなくて、あの時のコンビ絶対良かったなと思って、その2個目と、この結成した1週間後に、その最初に組んでた相方の、もうその俺と別れた後やってたコンビが解散したんですよ。だからここで変に焦って、俺がそのコンビ組み直さなかったら、またそこに戻れたんですよ。したら、今、未だにちょっと漫才やりたいなとかちょっと思っちゃうんですよ。そういう夢とか見るんですけど、それはあの時の決断で、まあ言ったら変なチーム選んだみたいなことですよね。あと1週間待ってたらレアルマドリーからオファー来たかもしれないのに、なんか微妙なチームで監督やってますみたいな。